「三本の夏目」「片山浩子」今「今浜田山の庭にある夏目の木は私にとっては三本目の夏目である」「小さい時泊まりに行った埼玉県の祖父の家に大きな夏目があった」「祖父の家の表門を入るとすぐ左手に米蔵が立っていたがそれは古びても美しい白壁の蔵で」 その戸口のすぐそばに大きな夏目の木が立っていた祖父の家は広くて奥の蔵に続く座敷の前には石の多い奥庭があり家の南に建てまされた新座敷と呼ばれるさんまばかりの客座敷の前には古風に気取った庭があって縁側近く徳沙がすスすと立っていて外を囲む竹藪の やわい青さがこの庭と一つの世界に見えていたしかし米蔵のそばには庭らしい飾りの石も木もなくそこいら中におしろいの花や萩が咲いて鶏どもがちょこちょこ歩き回っていたりして子供の私ものんびりと鶏を見ながら遊ぶことができてそうしている間に夏目の実を取って食べることを覚えたのである。 誰か大人が一緒に立っていて食べさせてくれたのが初めだけれど夏目はおいしいなと思って私は泊まっている間時々蔵の前に出かけて行って食べた下枝のを取ってみたり地に落ちているのを拾ったりした私の10代の月日は無事にあっけなく過ぎて20代で結婚し30代になった時 貸し屋でない自分の家に住めるようになった若い田舎大工が作ってただ家の形だけを備えた粗末なものであっても夫も私もその家にはいろいろな注文があった夫は屋根のある門が欲しいと言い私は夏目の木を一本欲しいと言った川崎の田舎の方から植木屋が探してきてくれて それを家の盗難の方に植え付けた。かなり年を食った木で毎年たくさんの実がついたが次第に私たちの生活にもゆっくりした時間は持てなくなり秋になって夏目の実が明るんでもその実を取る人もなかった実はいくつもいくつも土に落ちていつの間にか小さい小さい芽生えがひょろひょろ生え出して そこらいっぱい夏目の林のようになった。と言ってもそれは小人たちの遊ぶ林みたいで五六寸か一尺くらいの木ばかりであった。その小さい夏目の木が育って三尺にも四尺にもなった自分日本は大戦争の混乱に落ちて私はもうそのまま家も庭も何も捨てて田舎じみた今の土地に越してきたのである。 終戦の秋軽井沢から浜田山に帰って荒れ果てた庭を少しずつ草を取って片付けていると林家との境に小さい夏目の芽生えの2尺ぐらいの高さのものを見いだした「あら夏目がある」私は思わず声を上げて同居の若い人を呼んだ「この木は大森から持ってきたのでしょうか?」 あなた覚えていると聞いてみた彼女はお引っ越しの時あまりたくさんいろんなものをトラックに乗せてきたので夏目を持ってきたかどうかはっきり覚えていないと言った「引っ越しより前に一度4月の末頃グラジオラスの球根とイチゴの株を持って彼女と2人でこの庭に上に来たことがあった」。 その時夏目の芽生えの中くらいな大きさのを持ってきたのではなかったかしらと考えてみたがどうもはっきり思い出せなかったこの木は林家と私の家との境界の石のすぐそばに一寸か二寸向こうの家の方に入り込んで立っているその自分防火訓練のために双方の家の生け垣は取り壊されてしまったが境界石はすぐ見えるから 私が持ってきたものなら石よりこちら側に植えたろうやはり林家で小さい芽生えを植えたのであったろうとも思った林家の人たちは栃木県に疎開してそれきり帰らず今は新しい持ち主が住んでいるので聞くこともできなかったが翌年になってご主人の勤務先が変わったので家を売って京都に引っ越すことになった。 私はこの機会に心ばかりのお別れの贈り物をしてその代わり記念として庭の茂みに隠れているあの夏目の木をいただくことにした「あらまあ夏目がありましたのね」と奥さんはそんな小さい木があることさえ知らず「それでは私たちを思い出してちょうだいと」とよく私の庭に植えつけてその翌日立っていた。 もうそれから四年経って夏目は随分育った。人間の弱いで言えば十七八ではないかしら。おととしから私はその実を食べ始めた。と言ってもほんの二つか三つぐらい。昨年は十粒かもっと余計に食べた。今年も白い花を十分つけている。老年になった私は、 子どもの時のようにもう一度木の下に立って愉快に木の実を食べることができるそれを食べながら私は祖父の家の古い夏目を考える米蔵の白い壁も鶏どもの赤い土坂も追憶は私自身の大森の家の大きな夏目とその周りの芽生えを思い出させる あの木に私の大事な赤猫が駆け上がって遊んだこともある青空にモズがやかましく鳴いた日であった古い本のページのように開けてみればいろいろなことがある三本の夏目の木と私の生活の移り変わりも以上三本の夏目片山弘子 でした。ありがとうございました。